ごきげんよう。和傘がおおむね好評でよかったです。今回はビーズで、アクセサリーを作ろうと思います。今回も、私たち3人がお手伝いしますね。うぷ主さん、まだ絆折ってないですしね。どうぞゆっくりしていってくださいね。やっぱり定番ですが、炭治郎さんと禰豆子さんの、イメージで作りましょう。今回は100均の道具で、ビーズ織り機を自作します。難しくないし、繰り返し使えるからいいわね。串は同じサイズ、2本用意します。邪魔になるパーツは、外しておきます。もう一つも同じように、外しておきましょう。串に両面テープを貼り、プラケースに貼り付けます。ギザギザ部分に、糸がかけられるように取り付けます。反対側も同じように、串を貼り付けます。上から PP テープなどで固定したら、簡易織り機の完成です。プラケースがなければ、厚めの紙箱でも大丈夫ですよ。じゃあ材料や道具を準備しましょう。縦糸を10本、串の刃にかけるよう、織り機に巻きます。織り機の後ろで、糸の端と端をしっかり結んで、ピンと張るようにします。横糸を1メートルくらい針に通し、緑3粒、黒3粒針に通します。さらに緑3粒通します。9粒通したら、針を縦糸の下に入れて、10本の糸の間にビーズが挟まるよう、並べます。ビーズを下から少し持ち上げるように、押さえながら糸を引っ張ります。今度は右から針を通しますが、縦糸の上を通るように、横糸を通します。横糸をしっかり引っ張ったら、左側で横糸同士を結んで、ビーズを留め1段目ができました。2段目も同じようにビーズを通し、縦糸に挟んで横糸を通します。横糸を通すときは必ず、縦糸の上を渡っているか、確認しましょうね。3段目も全く同じです。ここまで来ると、通し方も慣れてきますね。あまりぐいぐい、強く引っ張りすぎないように、気をつけましょうね。4段目からは黒、緑、黒で、3粒ずつ通します。これを6段目まで同じように、繰り返します。7段目からまた、緑、黒、緑に変わります。わかりやすい柄なので、間違いにくいですね。この段階では、36段編んでいます。手首周りのサイズによりますが、細い人なら33段くらい、もう少し大きめなら39、42段、男性なら45、48段あたりでしょうか。最初と同じように、留め終わりの横糸を結びます。糸を何度か見えないように、ビーズの内側に通してから切ります。横糸の始末ができたので、ひっくり返して裏側の糸を、切ります。実はここからが、地味に面倒なんですよね。一番端と隣の糸を、一回結びます。結んで2番目の位置に来た糸と、3番目の糸を結び、この3本を1つの束にします。3、4、3の束に分けますね。黒ビーズを5個ずつ通します。束ねた糸に黒ビーズ5個と、
ビーズボールを通します。ビーズボールはアクリルビーズに、緑のビーズを7個通して巻きつけて、作ります。9列から10列くらい巻いて、同じ場所に糸を戻して結んでおきます。反対側にはビーズボールが通る数の、ビーズでループを作り、糸を結びます。結んだ後の糸は、何個かビーズに通してから切り、結び目に接着剤をつけて、補強したら完成です。とってもいい感じにできました。ねずこさんのブレスレットも、基本は一緒です。帯をモチーフにしました。金色のビーズで、帯締めのラインをつけました。赤と白が少なかったので、ピンクのビーズを足しました。力技で端の糸を引き締めながら、減らし目をしています。紐止めをつけて、紙缶と丸缶を留め具にしました。実際につけるとこんな感じですね。ここからは作る時の、ちょっとしたアドバイスです。グラスビーズの丸台を使いましたが、綺麗に揃えたい場合、デリカビーズを使うといいです。デリカビーズは、ビーズ折りに適したビーズです。穴も大きめで、糸やテグスを通しやすいですよ。丸小ビーズは華奢に作れますが、穴が小さいので、普通の針は通りません。ちょっと高いですが、ビーズ針や専用糸を合わせるしかないですね。丸台で細めに仕上げたい場合、糸を7本、ビーズを3、3で、折っていくといいと思います。強度を上げたい場合、縦糸を太めにする方法もありますが、それだと止めるビーズが通りません。その場合はミサンガのように、糸を編み込んで、最後を結んで止めるといいでしょうね。糸を短めに仕上げて、金具をつければ、ストラップにもできますよ。一周させて糸を入れ込んで、指輪も作れたりしますね。今回使用した丸大ビーズは、細長いケースに入った100円のものを、2本ずつで余るくらいでしょうか。ただ、粒を揃えたい場合、100均ビーズより、メーカー品の100円の方が、ビーズ折りに向いてます。身につけるアクセサリーは、せっかく作るなら、綺麗に仕上げたいですね。これでまた、推しグッズを作る方が増えるといいですね。室内で楽しく作って、お出かけでも使えるって、嬉しいです。今回も楽しかったです。3人ともお疲れ様でした。お疲れ様でした。